ドキュンが車で警官に体当たりし逮捕、成人式で。本日、三重県にて行われていた成人式にて、タイ人の新成人がナンバープレートがついていない改造車を運転し、この改造車を止めようとした警察官に対し、車をぶつけ、公務執行妨害で逮捕されていたことが明らかになりました。こちら。 毎年ですね、こういった事件が発生してしまうんですが、今回は残念ながら、タイの方、外国の方が起こした事件ということになりますので、今後、強制退去という形になるんじゃないでしょうか。こちら、警察には、こういった事件が今後起きないように、さらに警備体制を強化していただき、こういった 晴れの場で、本来、成人を祝う場で、何らかの事件が発生しないように、しっかりと警備をしていただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。